8月11日、現地時間に閉幕したパリ五輪で大活躍をした日本選手団。20個の金メダルは、海外で行われた五輪では過去最多に。全順位あり、パリ五輪金メダリスト、CM ギャラ、ランキングそんな金メダリストたちが手にするのは栄誉だけではない。パリ五輪からは、世界陸連が陸上の金メダル獲得選手に賞金5万字ドル、約780万円。 を送ることを発表。女子やり投げの金メダリスト北口選手はその賞金に加え、JOC、日本オリンピック委員会から金メダリストに一律で送られる報奨金、500万円が授与されます。また出場競技によって連盟や協会からも報奨金が授与されます。陸上、新競技のブレーキンは、金で300万円ですが、柔道や水泳、スケートボードは報奨金が0円。 さらに所属先企業からの臨時ボーナスが出る選手も少なくありませんが学生ならばこういったボーナスはありません。同じ金メダリストでも報奨金には格差が存在するのです。スポーツ指揮者、金メダリストたちを企業の顔として起用すべく広告業界も熱視線を送っている。五輪期間中から金メダリストたちへの CM オファーをめぐって争奪戦が繰り広げられています。 健康的で爽やかなアスリートの CM 価値は高まる一方ですが、スポンサーや代理店にとっても金の重みはひとしお。金メダリストを CM に起用すれば、自社の商品を一流であるとアピールすることができるのですと語るのはスポーツ選手のキャスティングに詳しい広告関係者だ。そこで本誌は、 報奨金とともに金メダリストたちに周波を送っている複数の広告代理店関係者への取材をもとに最新ギャラを調べてみた。北口春香選手には聖火メーカーが食事を。広告業界で今最も注目を集めているのが陸上女子やり投げで女王となった北口春香選手26。世界で通用しないと言われた陸上フィールド種目で日本女子初の快挙は他の金メダルとは価値が違います。 また彼女には、強さ、だけでなく、華やかさ、も兼ね備えています。競技の合間にうつ伏せ姿でカステラをもぐもぐ食べていましたが、北口選手は大のスイーツ好き。父親がパティシエということもあり、美味しそうにお菓子を食べる姿を期待する製菓メーカーが食事を動かしてきそう。また英語、チェコ合流長に話すことから英会話教室を展開する企業も注目。 ギャラは NHK 大河ドラマ、光る君へで主演している吉高由里子、36、クラスの年間5000万円、推定、でもおかしくありません。広告代理店 A 氏、五輪2連覇を成し遂げた柔道の安部ひふみ選手、27、ノーファー元には一流企業が名を連ねる。笑顔も爽やかなイケメンで、すでに大手企業の広告党として活躍していますが、 2大会連続で勝ち続けた一二三選手を起用することで、企業にとっては自社製品の安定感、安心感をアピールすることも。妹の歌選手とのダブル金は叶いませんでしたが、妹をいたわる姿が財布の紐を握る女性たちの心をつかんでおり、家庭用洗剤や家電製品といった家族向けの CM に兄弟揃って共演すれば8000万円ほどにギャラが跳ね上がっても高くはないでしょう。広告代理店 B 氏。 体操男子で団体と個人総合、種目別鉄棒で金、種目別平行棒の銅と4つのメダルを獲得した岡新之助選手、22も広告業界が期待を寄せている。ジュニア時代に活躍し、日本の宝、とまで言われたのに、2年前に十字人体帯を断裂して全治8ヶ月の大怪我をして、一時期パリ五輪は絶望視されていました。そんな岡選手が、